はい今日はですね、えー、ちょっとバタバタしているので、手短に、えーえー、自分の好きなものについてですね、ちょっと話していこうかなと思っています。えー、カメラの機材なんですけれども、えー、こちらがですね、初めて手に入れた、あ、ライカのカメラですね、あ、違うわ、2台目か、1台目が X2 っていう APS-C のコンデジだったんですけれども、これが2台目の。 初めての M 型ライカでして M8 ですねで M8 はその M7 までがライカ M 型のフィルムカメラでして M8 で初めてデジタルになりましたそれでこれがセンサーが APS-H サイズで1.33倍ですかねフルサイズにしようとすると1.333倍なんですけれども ちょっと小さいんですがえっとすごくですねあのフィルムライクなノイズが乗ったりですとかえそうですね描写もすごく絵的な感じで撮れるのですごく気に入っているカメラですでこの今ついているレンズがフォクトレンダーの 35mmF1.4 のクトンクラシックマルチコーティングってやつなんですけれども これを4年ぐらい前かなに手に入れてえっと使っています。で気に入っているのがこのうとなんだかエングレーブですね。ここにあの引き体のですねライカのロゴとライカカメラエージジャーマニーって書いてあるんですけれども。 これがあのー、オプションの付けるサービスなんですね m q p ですとか M10PP、まあ、が付くプロ機のラインナップは通常付いてるんですけれども M8 は P がないので、えー、この M8 のノーマルで付けようとするとオプションで付けるしかないと思うんですねこれが中古でちょうどあの入っていたので、えー、タイボグラフィー好きの僕としてはすごく 気に入ってですね使っています。これアイカって正面から見るのが一番かっこいいと思っていてただ撮ってる時って正面から見ることないんですよね。それなんですけどこう構えたときにパッとあのエングレーブが目に入るので結構心地よく使っています。シャッター音はですね結構大きめで。 こうして合わせてこういう感じですねで大きめなんですけれどもいろいろカメラ手に入れていくとペンタックス67とかもっとガシャンと大きいですし、えー、ニコンのニュー FM2 とかもバシャンっていいますねで撮ってる感があるので、まあ、大きいは大きいでちょっと一目を気にする時は取りづらいんですけれどもまああの撮ってる感があって気持ちいいかなと思っています M 型なのでファインダーが実像ですね。実像、ほぼ実像100%じゃないんですけれども、が見えていて、レンジファインダーでマニュアルでフォーカス合わせるってことですね。で、まあ、ソニーのアルファとか持ってしまうと、うーんと、要するに、レンジファインダーって厳密にはピンと合ってないんですよね。まあ、それが良かったり悪かったりするんですけれども、なので、 でソニーアルファが空気を映すとすればライカの M 型はあれですねあの湿度というか雰囲気が映るっていうのかな絵的に映る感じがしますね、うん、はいで、まあ、35mm なんですけど1.33倍なんでだいたい 46mm ぐらいの画角になります、うん 色がです、ね、まああのー、ちゃんと黒が出なかったり黒の布とかは紫になっちゃったりとかちゃんと出ないんですけれども結構色が浅い感じで出るんですね。でプリセットとかかけると結構いい感じになるのでもともとのトーンは浅くてもいいかなと僕は思っていて。 あとこのモノクロを撮ったらもう最高ですね、えー、フィルムライクなうーんとちょっと落ち着いたトーンでモノクロの写真が撮れます結構びっくりするぐらいのトーンで撮れますではですねえー、っとこれで過去に撮った写真をちょっと紹介してみたいと思いますのではいいってみますね まず1枚目がこちらなんですけれどもえー、っと4年5年ぐらい前かなロンドンとイタリア、えー、とパリかな行った時の写真でしてこれがロンドンのレストランで撮った時ですねで旅行に行く前直前に来回目イを手に入れたので、えー、もうテンション上がっていろいろ撮りまくってきたんですけれども これは北斗ダーの 35mmF1.41 本だけ持って撮ってましたですごい光の感じも綺麗に撮れて好きな一枚ですで次はですね、えー、イタリアのランペルーサ島っていうところに行きまして、まあ、海が世界一綺麗って言われるような場所なんですけれども船がですね、あのー、浮いて見えるような 感じのところなんですねでこれはブルーをですねだいぶ色温度をブルーシアン寄りにしてまして、まあ、ただ取ったらもうちょいグリーン寄りに映ってたんですけれども、まあ、シアンに、えー、っと寄って、まあ、見た目はこんな感じでしたね本当にキャンディーみたいなねあの綺麗なブルーの。 海で,したで初めてかなダイビング、まあ、潜ったんですけれどももうあの深くて綺麗でもう最高の体験をしましたで続きましてこちらがラビットビーチかなっていうビーチがありましてそこで撮った写真ですここもすごく綺麗ですごく癒される場所でしたね こちらは帰り道にですねちょっとあの坂の上から撮った写真でまああのデザインと同じく大きく余白を撮るのが好きなのでまあ3分の1構図というかまあ4分の1構図ぐらいでバーンと海をですね見せたような写真になりますこちらが縦位置ですねまあ ま記憶的にもこんな感じで、えー、の情景でしたねで最後はまあ夕暮れになったので、えー、夕日を撮ってみましたはい、まあ、今日はこんな感じなんですけれども、えー、というわけでライカ M8 ですねでこの後 M P あと M9P あとライカー Q2 あと M10P まで手に入れてしまったんですけれども、いまだにこれは手放せないカメラですね。M8 でしか撮れない写真があるので、えー、っと、これは大切に持っておきたいですね。しかもエングレーブが入っている、まあ、こういうきれいな状態っていうのは、なかなかなくなってきているので、大切にしたいと思っています。 後ろのモニターはこういう感じですね。でモニターの性能はすごく今となっても低いですね、まあ。当てにならないというか、まあ、こういう感じで取れてるので、ぐらいのちょっとした確認になります。後ろは、まあ、蓋を開けて、えー、バッテリーですとか SD カードを取り出す感じですね。はい、今日はこんな感じで以上になります。 ご視聴ありがとうございます。